こんにちは、エリコさん。どうも、うどんの方ありがとうございます。そうですね、病み上がりと言いますかね、手術盛りの父も食らわせていこうかと思いますけどね。うどん大好きですからね、まあ、というか食べ物全部好きですけどね。で、プレゼントの方ね、本当にいただきまして、なんかこうメールでね、動画を送る前にこうやって見ていただいて返信いただきましても恐縮でございます。本当になんかあまりあるなんかお返しをいただきまして、そうですね、私がね、一番ね、嬉しい恩返しって、皆さんが自分らしく生きていくことなんですよ。で、本当になんかこう、お金がないとかね、お金を稼ぐ手段がない、そして手元にお金もない、先が見えない。これだけで人生ってものすごく暗くなっちゃうと思うんですよね。うん、だから、お金が全てじゃないけども、全てのことにお金がかかってくる。だから、大抵のことはお金があるだけで解決しちゃうんですよね。じゃあ真っ先に稼ぐ手段を手に入れて、他のことは後でやってもいいんじゃないかなというふうに思うわけなんですよ。やっぱり全てのことがね、本当お金ですからね、お金に困ってる人がお金のことを解決しない、ずっと困り続けちゃいますから、これから少しでもね、いろんな情報発信もそうですし、きっかけ作りですよ。それをできればなと思ってます、これはね、どなたにも申し上げたいところなんですけども、せっかくね、発信することが私できるようになりましたんで、そして速稼塾というチームもありますんで、この速稼塾というチームでお互いに励まし合ったりね、商品を拡散したりとかね、なんかお役に立てて嬉しいですってお互いに言えるんじゃないかなと思うんですよ。なんかビジネスってそのある意味奪い合いに見えるところもあるんですけども、逆で与え合いなんじゃないかな、与え合い。自分はこんなことができました、こんな嬉しいことになりました、こういう稼ぎ方に出会いました、それを与え合うと、今まで何も見えなかった方も、あ、そうすればいいんだ、なるほどねってなったりとか、今年またズーム対談ね、こうやってやらせてもらってますけども、1月も結構やらせてもらいましたけどね、なんか自分のなんかこう顔を出して出さなくてもいいんですけども、自分の声を見知らぬ人に届けることって、まさに新しい出会いでありね、新しいきっかけチャンスになると思うんですよ。で、こういったもんでもなければ、多分新しい出会いってほとんど皆さんないんじゃないかなと思うんですよね。それこそ自分のお住まいの半径10メートルに何人か確実に住んでるのに、どうですかね、いい関係築けてますかね。なんかどんな方がいるのかすら分からないような状態じゃないかなと思うんですよ。向こう三軒両隣って昔から言いますけども、今は、なんか SNS の向こうの両隣ですか。私がいいなと思うのは、速稼塾の何々ですっていうふうに冠に速稼塾をつけるだけでいきなり仲良くなれると思うんですよ。で、おかしな人もね、まあ、いないと思いますけどね、私以外はね。で、ある意味ね、速稼塾に傷をつけないように皆さんすごく丁寧にやってくださってるのかなとも思うんですよ。まあ、たまにね、速稼塾に気をつけろっていう人出てきますからね、もう皆さんそれはわかるじゃないですか。なんかこう、あ、ちょっと変なこと言ってんなと、面白い人だなっていうのか、それとも、あ、この速稼塾ってものをね、大事にしていこうかなというふうに思っていただけるかは、まあ、私自身も速稼塾の生徒のつもりでやってますんで、本当に日々皆さんにいろんなことを教えていただいてるかなっていうところですね。そしてうどんまでもらっちゃったと。いただきます、ありがとうございます。また食べ食べレビューやりますんで、ね、お楽しみに。じゃあまたお話しましょう。いってらっしゃい。